皆さんこんばんは、竹澤克也でございます。いやー、3月11日土曜日、名古屋、3月12日大阪、半年ぶりですかね、名古屋大阪に関しては。まあ2日間のね、イベントが、まあ、無事に終わりまして、今こうやって、ホテルに戻ってきてですね、本当にもうのんびりとですね、まあちょっとこのファミマのチューハイとかを飲みながらちょっとこの身支度というか、まあ、荷物を片付けたりとかしてですね、のんびりさせていただいております。本当にもうこの2日間関わってくださった皆様、本当にありがとうございました。とても楽しかったです。お疲れ様でした。乾杯美味しい。まあ本当なんかね、こういうこの遠征イベントみたいなのをやるとですね、なんていうんですかね、なんかやっぱりたくさんこの思うことというか気づくことというか感じることがあるわけなんですけども、やっぱりそれのね、一番のなんかこの気づきというか、感じることとしては、やっぱりこの人と会うのはいいですね。本当はもうシンプルに、それなんかやっぱ人と会うのはすごい元気をもらうっていうか、楽しいし、本当なんかこう言葉で言うと難しいんですけども、なんかその僕がなんだろうな、そのやってることの内容は別にその間違ったことじゃないんだよなってことですね、なんか僕自身がちゃんと実感できるというか、それを教えていただけてるような気がするんですよ。まあ、別に僕自身はね、その自分に対してその自信がないわけじゃないし、別にそんなね、なんだろうな、その自信たっぷりって言ったらちょっと語弊ありますけどまあそんなにまあ、結構頑張ってると思うんですよ。まあ、誰もが頑張ってますけどね、誰もが頑張ってますけども、まあ、僕もね、その人並みに頑張れてると思うんです。でね、それ以上にそのなんかね、面白いことを知ると思うんですよ。だってね、その YouTube でそのレッスン動画みたいなね、その配信したりとかしてね、その2009年とかから始めて、結構めちゃめちゃ長い間やったりとかするし、でそれとまた別でね、その自分でギター弾いたりとか歌ったりとか曲作ったりとかして、そのライブしたりとかもするし、でなおかつその自分でね、なんか店持って、まあ、店舗持ってテナント借りてね、なんかそういう営業したりとか、でそのなんかね、プロダクションみたいなことをして、なんかメンバーなんか気に入ったやつ集めて、なんか面白いことしようとしたりとか、なんかそういうのをふわっと含めて、その別にその決してなんか俺すげえだろって言う、俺すげえだろって意味じゃなくて、なんかね、面白いことしてるなっていうふうなことはやっぱ実感としてあるんですよ。面白いことしてるなっていうふうに、思うんです。自分としても。でもそういうのはやっぱり、ね、一人で突っ走ってるとなかなかね、分かんなかったりとかするから、ね、本当にこれでいいのかなってちょっとこう振り返っちゃう時もあったりとかするんですけども、でもこうやってね、いろんな人にこの会って、いろんな人に囲まれて、なんかいろんな人と話したりとかすると、ああそうだよな、別に俺間違ってねえよなってことなんか思ったりとかするんですよね。今回もね、2日間たっぷり、もう今日の大阪のセミナーとかも、ね、ずっと喋ってたし、ね、もういろんな人にね、あこげこうやって弾くんですよつって、なんか、ね、この振動感じはさいつって、お腹にビリビリくるでしょみたい な、そんなことも話したりとかしてね、そのコードの話とかピッキングの話とか、そのこの振動の話とか、なんかエレキギター弾いたりとか歌ったりとか、ギターたくさん弾いたりとか、なんか小話したりとか、チェッカーズのこと語ったりとか、まあ、あとはね、その私が別に無理してるわけじゃなく、自分がなんだろうな、普通に生きててコツコツ積み上げてきたものを、まあ、出してるだけなんですけども、まあ、結構面白いことしてると思うんですよ。でそういうのをね、皆様に見ていただいて、感じていただいて、伝えさせていただいて、なんかみんながね、その笑ったりとか、なんか楽しそうにしたりとか、なんかね、頑張りますみたいなことを言ってくれたりとか、また来ますみたいなことを言ってくださったりとか、なんかすると、ね、なんかすごい、僕自身も来てよかったなっていうのをはじめとして、やっててよかったなって思うし、ギター弾いてよかったなとか思うし、こういうイベントやってよかったなって思うし、そうだよな、やっぱり結構面白いことやってるよなってなんか今日最後の方にオフ会参加してくださったの平尾さんという方に、なんか全然もう何の気もなしにね、自分が仕掛けといて、なんか今日楽しかったっすねとかって言ったりとかして、なんかそのナチュラルな言葉が飛び出しちゃうぐらいに、もう僕自身もすごい楽しんだんですけども、なんかそんな感じでございましたね。なんか本当になんかそういうのを再確認させていただいて、もうありがたい限りでございます。本当に
この2日間関わってくださった皆様に本当に感謝でございます。またね、大阪、名古屋は絶対に来るので、今年中に来るので、また皆様もごつごついたらですね、遊びに来ていただけたら、幸いでございます。僕自身もね、これからまだまだ進化したいなと思ってるし、もっと成長したいなと思ってるし、もっと上手くなりたいなってすごく思ってるので、本当はね、今40歳とか39歳ですけども、年々、あれ竹川さんってなんかすげえめちゃくちゃなんか上手くなってねっていう風にみんなに思っていただけるように、すごい精進していく所存でございますので、何卒これから飽きずに懲りずにお付き合いいただけたら、すごく嬉しいなと思います。共になんかこういう滝沢勝成という人間をなんか楽しんでいけたらなと、僕自身もなんか自分のこと楽しんでますし、同じようになんか皆さんもなんか滝沢勝成という人間を楽しんでくださったら、本当にこれ幸いでございます。たくさんこれからも、ね、精進して真面目に向き合って頑張っていこうと思っておりますので、何卒よろしくお願いしますというところでございます。もう今の時間としてはもう0時もあってて0時半、0時9分とかなんですけども、やっぱりね、なんかそういう感じることがたくさん多いと、なんかついこの夜更かししてしまいがちというかね昨日の名古屋も、まあ今までに比べるとね、その深夜1時ぐらい寝れば全然早い方だから、まあ割と早寝ではあるんですけどもね、やっぱ思うこととか感じることがたくさんあると、なんかこうなんか夜疲れてるし眠いし全然寝れるんだけど、なんかこうついなんかなんだろうな、なんかそうやり残したことがある気がするんですよね。すごい全然寝てもいいんだけど、なんかすごいやり残してることがなんかある気がする夜ってありますよね。気のせいなんだけど気のせいなんだけど、でもそのやり残してる何かをやり残してまた寝ちゃダメなんじゃないかなっていうふうに思える夜って大体すごいこの感じることが多かったりとか考えることが多かったりとかして、なんかその自分の今日の出来事をなんかそういう反芻したいというか、なんか振り返りたいというか、なんかそんな夜なんじゃないかなっていうふうに思うわけなんです。正直もう結構ヘロヘロというかクタクタというか本当に名古屋から大阪まで移動した新幹線の道中とかはね、ほぼ記憶がないぐらいにもうねあれだったんですけどもね、なんか金曜日にね、その土日イベントしますよみたいな感じで配信したのがあれ調子乗ったんですよね。あの時に変になんかワインとか飲んじゃったから、まあ、よくですね、まあ、酒のせいなんですけどね酒のせいなんですけどね、大体でもテンション上がっちゃってね、あれ辛かったな本当に。もう金曜日の夜調子乗って土曜日の朝辛かったな、もう全然もうよもうね、お酒飲んでそのある程度テロトロしちゃったから、もうその全然準備がままならなくて、土曜日の朝にもうあれがねこれがねみたいな感じでめちゃめちゃバタバタして、お店にね車で行って、いやあれだよこれないみたいな感じで、結局すげえたくさん忘れ物して土曜日を名古屋を迎えて、でそこからギャーってしたらもう深夜の1時とかでもう気絶するように、もうカプセルホテルだったんですけど、カプセルホテルで気絶して寝て、でも起きたらもう9時半とかでマジかって思いながら、もう新幹線の時間をちょっと遅らせて、でそれで10時20分ぐらい新幹線遅らせたんですよね。でその20分ぐらい遅らせたがゆえに、その今日のその会場に到着するのがすごい遅くなって、でなんかもう今日どうしようみたいな、俺今日大丈夫かなみたいな、もう何ができるんだろうみたいな感じで、結構20分ぐらいその呆然と立ち尽くすみたいな瞬間があったりとかして、でも皆さんがね、このワッと来てくれて、それ楽しそうにしてくださるのを見るとね、やっぱり元気が出ます。すごい元気が出ます。来てよかったなって、本当に思いました。ね、その、僕と同じぐらいってわけじゃないですけどね、皆さんもですね、本当に、なんか、明日からも頑張ろうとかさ、ね、今日、なおさんかな、なんか、帰り際に、わあ、明日から仕事頑張れそうみたいな、
なんかこうおっしゃってくださいましたけども、なんかそういうのとかね、すごい嬉しい限りでございますよ。なんかそういうの聞くと、やっぱ来てよかったなってすごく思うし、なんか本当も根本的にやっぱギター弾いてよかったなってすごく思うし、なんかこれからも頑張りたいなって思うし、なんかもっといろんな人に、あ、そういうの届けていきたいなって思ったりとかもするし、そうですね、本当に言葉で言えば、もっともっと、もっともっと、まあもっとも、いや、このまま頑張り続けていきたいなと思うところでございます。まあちょっと余計な話がいろいろ長くなりましたけど、そんな感じでございますよ。まあ、とにかくそのこの2日間、本当に関わってくださった皆様、参加してくださった皆様、本当にありがとうございました。おかげさまで僕自身もすっごい楽しい日々を過ごさせていただきましたし、本当に帰ってね、おーし、練習するぞみたいな気持ちがいっぱいでございます。これから負けずに懲りずに、滝沢勝成をよろしくお願いいたします。そして今年はね、歌いストが月に1回ずつっていう、まあ、スローペースでありますけども、少しずつ、なんかペースを取り戻しておりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いします。そうですね、もうついでだから、まあちょっとその辺の話をすると、ね、歌い手に関してはその僕自身もやっぱすごい楽しみにしていて、なんか、なんだろうな、私がなんかこう今までなんか音楽とかギターとかでやりたかったことが、なんか割とその歌い手には凝縮されていて、皆さんがね、結構コメントとかで、なんか、月1の生放送復活嬉しいですなんて、なんかおっしゃってくださってとか、ね、コメントしてくださってとかしますけども、多分ね、僕となんか割とおみっちゃん、なんかおみっちゃんと私は多分ね、歌い手のそのね、再始動というか、その例に関してね、一番喜んでると思うんですよね。私とおみっちゃんがすごい喜んで、誰よりも喜んでる気がするんです。だからね、その皆様とね、同じような気持ちで、今年はたくさん頑張れたらなっていうふうに思ってるので、私、滝沢勝成の、まあ、イベントももちろん、頑張るので、よろしくお願いしたい所存でございますけども、ね、歌い手の方もぜひ、楽しみにしていただけたらすごく嬉しいなというところでございます。また、名古屋、大阪、来る機会に関してはね、オフ会の方ではね、ちょっとね、今日内緒でね、みたいな話で、ちょっと、まあ、こういう、いついつくらいにちょっと来るかもしれないみたいな、6割ぐらいの確率で来ますみたいな話はちょっとだけしましたけども、まあね、詳細はまたこれからツイッターとかで決まり次第どんどん告知していきますので、それらをチェックしていただけたら幸いでございます。じゃあそんな感じで終わりさせていただきましょう。寝るの前に大浴場に行くんですけどね このホテル大浴場がちょっと入れるらしいから、ちょっとまあお酒を飲んで、のんびりしたら、大浴場の方に行きたいと思います。そんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。こんな私を陰ながら支えてくれるお嫁ちゃんに感謝、健やかに育ってくれている娘ちゃんに感謝、そしてすくすくとふくよかに座ってくれてる2ヶ月の息子、感謝。そしてこの2日間関わってくださった皆様に感謝。もう頑張る。もっと喋りたいことたくさん喋りたい。僕もともね、そういうおしゃべり大好きだからさ、喋りたいんですよね、本当に たくさん喋りたいんだけど、喋ってると、もうずっとずっと時間かかっちゃうから、ここで終わりにしましょう。そんな感じでございます。またそのうちね、ツイキャスとか YouTube の生放送とかで喋れることがたくさんあると思うんですけどもね、その辺またご都合がついたら遊びに来ていただけたら幸いでございます。では、グッバイ、おやすみなさいませ、じゃあね風呂に行こう。グッバイ。じゃあね。おやすみなさい。終了。はい。